ススル TV。 ずるいずるいとススルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、2023年で明けまして数日経っていると思われますが、毎年やっているあの企画、スライの季節がやってまいりました。いよっイエーイ。スライとはすするラーメンオブザイヤーの略で、講談社から毎年発売されておりますトライ東京ラーメンオブザイヤーをオマージュした企画でございます。2023年も毎日ラーメンをすすってきた私すするがアップしてきた動画の中からね、部門別に分けましてナンバーワンのラーメンを決めていく動画となっております。例年通りですね、2022年に動画をアップしてきたお店の中で初めて行ったお店が対象となっておりますので、そこはお間違いのなきようお願いします。今回のスライはですね、醤油、塩、つけ麺、つけ麺を淡麗と濃厚で分けさせてもらいました。さらに豚骨、煮干し、二郎系、家系、辛いラーメン、そして個人賞がありまして、すするがね、2022年にすすったラーメンの数を数えたところ603杯のラーメンをすすっておりました。カップ麺、替え玉、あえ玉はねこの中には含んでおりません。600杯というと、まあ、月50杯ぐらいのペースですね。ようやくね、一人のラーメン好きとしても説得力のある輩数になってきたんじゃないかと思いますが、まあ、まだまだね、食べ歩き歴もまあ今年でようやく8年目ということで、全然まだ歴は浅いので、一人のラーメン好きなら好きなラーメンについて喋ってるよみたいなテンションで見ていただけると幸いでございます。それではね、今年のスライ元気に発表していきたいと思います。レッツゴー。まずはですね、毎年今一番多分すすってるんじゃないでしょうか、醤油ラーメンの方から発表していきたいと思います。スライ醤油ラーメン部門2022受賞したのはラーメンブレイクビーツさんです。いいよ。ブレイクビーツさんはですね、まあ、今年の8月、もう一番暑い夏ですもん。やっぱ夏暑いんでね、結構まあ食欲がこうちょっと減退してしまうね、季節ではあるんですが、まあ、そんな8月にね、すすったラーメンブレイクビーツさん。ここ数年ですすった醤油ラーメンの中でももうほんと指折りにうまい一杯でしたね。幻の地鶏と呼ばれる天草大王という、まあ、九州の地鶏なんですけど、こちらを中心にもう様々な贅沢な具材をベースにしてて、店員さんはね、もともとラーメン職人をやってたわけではなくて、海外の方でね、料理人として活動された方らしいんですが、2020年、まあ、コロナの影響でね、街がロックダウンしてしまって料理人として活動できない中、インスタグラムにて毎日こう自作のラーメンをアップしていた方らしく、そして、ね、日本に帰ってきてこのブレイクビーツを出店したっていう、なかなかこう異色の経歴を持つ方で、醤油ラーメンではあるんですけど、ね、どこかこう洋風なエッセンスを感じる一杯で、ベースとなる天草大王、この出汁だけではなく表面に浮かべる、ね、鶏の脂、チー油にも使っているとのことで、もちろんね、食べたら美味しいんですけど、味覚だけでなくその香りの良さ、嗅覚も刺激され、ラーメンのビジュアル自体も非常に美しく、目でも美味しさを感じられ、なんならでも旨味が聞こえてくるからね、ほんと五感を刺激されるような、とにかく旨味が押し寄せてくる、めちゃくちゃ美味しい一杯でしたね。ほんとにその他醤油ラーメンノミネートされたのがこちらの中華そば高野さん、そしてラーメン高尾さん、さらにグーラーメンさん、この3軒もめちゃくちゃ美味しかった。高野さんも鶏がベースになってて、こうキレのある醤油味でこう麺を食わせてくれる、めちゃくちゃ美味しい一杯。高尾さんもラーメンの価格めちゃくちゃ安いんですけど、どこかねこう懐かしさを感じさせるノスタルジックな味わいありつつ、クリアな鶏ベースの旨味、さらに醤油の美味しさもこうギュンとね両頬に染みてくるような美味しさで、グーラーメンさんのこう千葉のお店なんですが、看板に味で勝負とかね、結構こう自信満々な文言が書かれているんですが、ちょっとこうね、千葉のご当地ラーメンである竹岡式ラーメンライクなエッジの立った醤油味なんですけど、どこかこうまろやかさもあり、もう味で勝負もね納得の一杯でしたね。なんかもう一回食べたくなる、結構ねジャンクな美味しさがあって、醤油ラーメンの毎年ほんと激戦で選ぶの毎回こう悩んじゃうんですけど、その中でもねこう群を抜いたクオリティを誇った僕ラーメンブレイクビーツさん、もう本当に美味しかったな。今年あの食レポ会の帝王だよね、一ちゃんと一緒にブレイクビーツさん行けたりなんかもして、あの超うまい、もう著名めな一杯をね、一社もすすってくれたと思うと非常に感慨深いものがありますね。ではどんどんいきましょう。お次はね、塩部門になりますね。スライ2022年塩ラーメン部門受賞したのは極濃タンメン二つ目さんですよっ。こちらですね、極濃タンメン二つ目さんは、まあ、群馬を中心に展開している店名通り極濃タンメン、そしてね拳ぐらいでかい唐揚げをメインに提供しているお店なんですが、前々からねずっとすすりに行きたいなと思ってて、まあ2022年ねようやく念願かなって訪問できて、濃厚ミルキーな豚そして鶏をベースとしたスープはほんと丼からね溢れるぐらいたっぷり入っていて、注文を受けてからそのスープとの野菜を一緒に炒めるんですが、そのスープの香ばしさと非常に中毒性のある塩味がねビシッと効いていて、一応塩がベースになってると思うんですが、未だになんか何味なのかが本当に分かんないんですけど、とにかくね押し寄せる旨味がすごかったですね。まあ、タンメンということで、ね、野菜の盛りもしっかりとしていて、野菜も専用のタレと一緒にこう炒めて作るんで、味付けがねしっかりしてて、野菜で米いけちゃうぐらいめちゃくちゃ美味しかったですね。群馬県内を中心に幅広くこう展開されてるお店ではあるんですが、どこの店舗に行ってもな、あの味が食べれるんだったらもうマジでめちゃくちゃすごいと思いますね。本当に、うん、2022年にねすすったラーメンの中でもね、ひときわパンチのある塩味の一杯でしたね。他のノミネート店舗はねこんな感じになっておりまして、神奈川方面の店
西さんが漁師もやっておりまして、自らスープの出汁をこう漁に行って取りに行くっていう東京ベイフィッシャーマンズヌードル。あそこもね、こう貝の旨味がバシッと効いて、厚みのある塩スープが非常に美味しかったですね。味富食堂さん、この味富食堂さんはこの二つ目さんとはまた対極的にあっさりとしたタンメンを提供するお店で、この味富食堂さんね、あっさり系のタンメンだと今までナンバーワンかなと。やっぱ食べた時のねインパクトは二つ目さんがやっぱすごいなってところがあるんですけど、味富食堂さんのタンメンは本当にこう繊細で作り込まれててめちゃくちゃ美味しかったですね。そして東京野方のラーメンゴーオンさん、こちらもね店主さんのまあご家族でお店をやってらっしゃる感じだったんですが、非常にあったかい雰囲気のお店で、塩ラーメンもすごく丁寧な作りになってて、ゴーオンさんもめちゃくちゃ美味しかったです。まああと醤油ラーメン部門で、ね、もう1位させてもらったんですけど、まあブレイクビーツさんね、塩もめちゃくちゃうまかったですね。本当に塩もやばかったな。本当ブレイクビーツマジで今年マジですごかった。うん。そしてね、例年だったら一応味噌ラーメンが入ってくるところなんですが、味噌ラーメンはノミネートのみとさせていただきます。新潟の京天さん、さらに八王子方面の、ね、熊八さん、そして福島県いわき市でいったのがね、ラーメンガキ大将さんですね。いろいろこう自分で、ね、ラーメンの数を遡っていったんですが、意外とやっぱ味噌ラーメンの数が少なくて、その中でも印象に残ったお店がこの3軒でしたね。2023年はね、ちょっと味噌ラーメンも杯数多めでいきたいと思います。そして、お次はですね、つけ麺部門ですね。つけ麺もね、つけ汁が結構あっさりしてるタイプと、がっつり濃厚タイプに分けられるかなと思いますんで、まずはね、淡麗の方から発表していきたいと思います。スライ2022年、つけ麺部門、淡麗受賞されたのは、中華そば高野さんですね。こちら中華そば高野さんも神奈川県でもトップクラスの実力を誇る、ラーメン好きのみならず地元の方々からもね非常に人気のあるお店なんですが、高野さんももともと店主さんが美容師をされていたということで、ラーメン屋さんでの修行経験は非常に短く、まだまだね若くエネルギッシュな店主さんなんですが、今年高野さんでね鶏の中華そば、そしてねつけそばいただいたんですが、もちろんね中華そばもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、このつけそばがねもうマジ神、美容師だけに神でしたね本当に。うん。まあ、最近ね、ラーメン業界でつけ麺といえば、麺の丼の方に、こう、昆布水であったり、かつお昆布水とか、なんかこう、つけ汁につける前に、その麺の丼だけでね、いけちゃうみたいな、そういうのが結構流行ってるんですけど、高野さんの麺の丼、この浸っている昆布水をね、高野さんでは、高野ウォーターと呼んでおりまして、もうこの高野ウォーターの丼だけでもう本当に麺全部いっちゃいたくなるぐらい、めちゃくちゃ美味しかったですね。昆布の旨味たっぷり、そして塩味もね、キリリと効いておりまして、さらにね、麺は冷たい水で締められた、パキパキ食感の中細麺で、まあ、この麺の食感ね、若干まあ好みは分かれるかもしれないんですが、私すするどちらかといえばね、まあ、やわ麺の方が好みではあるんですけど、高野さんのね、高野ウォーターに浸った麺に関してパキパキのめっちゃ固めの茹で加減、超好きでしたね。なんか常連さんの中でも、この高野ウォーターに浸った麺の丼だけ食べて、なんか漬け汁はもう漬け汁のスープ割りだけで飲んで帰るみたいな、でもそのぐらいね、高野ウォーター好きなお客さんもいらっしゃると店主さんが言っておりまして、漬け汁ももちろんね、ベースのある鶏出汁が効いてて、キレのある醤油味で、もうめちゃくちゃ、高野ウォーターとその漬け汁が組み合わさるとね、もうめちゃくちゃうまいんですけど、まあ、とにかくやっぱ高野ウォーターの印象がすごく強かったですね。他にもノミネートのお店こちらになります。メイドインヘブンさんね、こちらもね、美味しかったですね。メイドインヘブンも良かったな。最近都内で入るね、もち小麦ってちょっとこう甘みのある小麦粉を使った自家製の手打ち麺を使ってるお店で、麺のね、ブルンと暴れる力強い感じもすごく好きでしたね。そしてもう何回も名前出して申し訳ないですけど、ブレイクビーツさんのつけ麺もね、非常に美味しかったですね。はい。マジでブレイクビーツ食べるメニュー全部うまかった今年。うん。さあ、どんどんやっていきましょう。それではお次、つけ麺の濃厚部門ですね。スライ2022つけ麺濃厚部門受賞したのは、麺屋すごうさんです。こちら麺屋すごうさんですね、新橋にありますつけ麺の専門のお店なんですが、席数もねもう5席ぐらいしかない、めちゃくちゃ狭くて常にお店の外には行列できてまして、まあ、いわゆるこの濃厚系のつけ麺って一時期こう大ブームになってバーッと店舗数がね増えたんですが、最近は濃厚系のつけ麺で新店っていう感じで出てくるお店あんまりなくて、そんな中このすごうさん2021年にオープンしまして、動物系の濃厚なコクがありつつ魚介の香り高い旨味、そしてね醤油ダレのキレももう三味一体の美味しさで、太すぎない中太麺をこうくぐらせてすするとも後を引く美味しさが素晴らしくて、とにかくね完成度の高い一杯でした。チャーシューもね特製にすると3種類乗っかってきて結構豪華なんですけど、バラと肩ロースのチャーシューは提供前にこう店主さんが目の前で炙ってくれるんで結構ライブ感もあって、鶏のチャーシューもね世界一の塩としてギネスで認定されてます。ぬちまわせで味付けされたもので、チャーシューもめっちゃうまいんで、ぜひ特製で注文していただきたいですね。濃厚系でいうとね、すごうさんの完成度抜群に高かったんですが、その他にも愛知県の名店である中華そばなるさん、ここもね自家製麺とこの濃厚な豚骨魚介味の漬け汁が非常にマッチしてて美味しかった。そしてね福島県のえなみさん、こちらの漬け汁からすする好みにこう武士の香りが漂ってきつつ、自家製の太麺もガシッと力強い食感で、そんな力強い食感の麺にも負けない力強い漬け汁、この2つが合わさって非常にパンチのある美味しさで、濃厚系の漬け麺もねめちゃくちゃ美味しいのいただきましたね。
そしてお次はですね、豚骨ラーメン部門ですね。スライ2022年豚骨ラーメン部門受賞したのは、三代目博多だるまさんです。こちら三代目博多だるまさんはですね、お台場のラーメン商業施設であるラーメン国技館という建物の中に入っているお店で、まあ商業施設系のラーメンってね、まあこんなこと言うのもあれですけど、まあ良くも悪くもこう万人受けする味というか、まあこう突き抜けてうまいみたいなのってなかなかないんですが、この三代目博多だるまさんね、商業施設の中に入ってるにもかかわらず、しっかりとね、スープを店で炊き上げておりまして、豚骨臭もバッチリ、草馬な豚骨ラーメンをいただける非常にナイスな豚骨ラーメンでした。スープ一口飲んだ瞬間からこうガツンとね、パンチのある豚骨味で、そこに合わせるね、博多らしい細麺もね、非常に相性良くてね。あとは僕なりの月見ワンタン麺っていうのを注文したんですが、この卵が上に乗ってて、この卵をね、割って、スープと麺とこう絡ませてすすると、濃い味の豚骨スープをこうまろやかに包み込んでくれて、スープとこの卵黄の相性がね、バッチリでしたね。商業施設の中にあるラーメン屋さんなんですが、しっかりと豚骨の香りを感じられるね、本場仕込みの一杯といった感じで、非常に美味しくてもう印象に残ってますね。他にもね、豚骨ラーメンで言いますと、まあ、たくさんね、今年ラーメンショップ行ったんですが、ラーメンショップの中でもね、埼玉県のラーメンショップ金立、ここの一杯はガチでしたね。他にもたくさんね、ラーメンショップ美味しいお店あったんですけど、ラーメンショップの中で選ぶとするのはもう金立ですね。他にも徳島ラーメン。徳島ラーメンも老舗のお店もいろいろ行ったんですが、その中でも結構若手のホープというか、結構期待の新しいお店、王者23。ここの徳島ラーメンもね、ガツンとパンチあって僕めちゃくちゃ好きな味でしたね。そしてね、埼玉県からの資格、梅太郎さん。背脂ちゃっちゃ系ラーメンっていうね、一時代を築いた、まあ、ジャンルがあるんですが、その背脂とね、豚骨スープを一緒にこう、中華鍋で炒めて作る、結構斬新な豚骨ラーメンになってて、この梅太郎さんもね、豚骨の麺がガツンと効いて、隠れた名店って感じでね、非常に美味しかったですね。そしてお次は、煮干しラーメン部門ですね。まあ、煮干しラーメンもね、ちょっとこう、ブーム落ち着いたかなっていう感じではあるんですが、結構ね、進展もガンガン出てきてますよということで、スライ2022煮干し部門受賞したのは、中華そば西川さんですね。こちら西川さんね、2017年オープンで、私すするがオマージュしてる元ネタとなってるね、東京ライムムザイトライの2017年新人部門で1位を獲得し、その後もね、煮干しラーメンの名店部門常連となってるお店なんですが、昨今ね、煮干しラーメンのクオリティでもどんどん上がり続けてるんですが、その中でも西川さんの一杯は群を抜く、めちゃくちゃ美味しい一杯でした。スープ一口飲んだ時のうまさがもう衝撃的で、キリリと塩分効きつつも奥深い味わいがあって、スープがとにかく抜群に美味しかったですね。ラーメンってね、スープこう一口飲んだ時のガツンと来た旨味が、まあ、スッと消えていくのがね、まあ普通といえば普通なんですけど、西川さんの煮干しラーメンってもう一口の時のガツンとした旨味がもうずっと続いていくような感じですね。煮干しラーメンのお店ってね、結構淡麗と濃厚っていうこう2種類に分かれてるメニューのところが多いんですが、まあ、西川さんに結構限定でいろいろやったりするんですけど、基本の中華そばはね、この濃厚と淡麗のこうちょうど間を取ったような中道な感じの煮干しラーメンで、ほんとこう淡麗と濃厚のね、いいとこ取りをしたこの一杯がめちゃくちゃ美味しかったです。最高でしたね。他にもですね、千葉県の煮干し中華そばいろはにさんも非常に丁寧な煮干しラーメンを作りでめちゃくちゃ美味しかったです。さらにね、ダッズラーメン夢に出てきた中華そばさん、まあ、ここはもうほんと材料からこだわりにして、ほんと高級な煮干しラーメンっていう感じなんですけど、この美味しさだったらこの値段でも全然いいなって思えるぐらいめちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しいしか言ってない、マジで。まあめちゃくちゃ美味しいラーメンをずっと紹介し続けてますからね、ほんと。さらに去年の年始ぐらいに動画出させてもらいましたね、麺黄色さん、まあ、こちらに岐阜のお店で秋葉原の超有名店であるもてなし黒木さんのお弟子さんが開業したお店なんですが、麺黄色さんの、まあ、正月限定ではあったんですけど、煮干しラーメンもめちゃくちゃ美味しかった。ちょっと黄色さんはね、今年中にレギュラーのメニューもちょっとすすりにしたいなと思ってます。さらに東京にありながらも山形の煮干しラーメンからインスパイアを受けた手打ち中華そば坂田さん、あとケンちゃんラーメンという、ね、山形でめちゃくちゃ美味しいラーメンのお店があるんですが、ケンちゃんラーメンで身入りとコールするとね、あの豚のこう腹の脂が乗ってくるんですよね。この脂がね、たっぷりと入った煮干しの旨味をギシッと効いて、手打ち麺のこの坂田さんの中華そばも、ね、非常に美味しかったですね。そして煮干しラーメンってもう古からラーメン好きの方々に愛されている永福町大正軒ライクな一杯を提供する麺屋ドッポさん、までこう昔ながらの永福町大正軒さんの良さを残しつつも洗練されたビジュアルで、煮干しのクリアな旨味を感じられて非常に美味しかったです。そしてお次はですね、まあ、去年から新しく作った部門である二郎系ラーメン部門ですね。今年もたくさんの美味しい二郎系ラーメンすすりまして、二郎系ラーメンに関してはね、単体でも二郎系ラーメンまとめっていう動画を出させてもらってますんで、ぜひぜひね、そちらもご覧いただけると大変嬉しいんですが、スライ2022二郎系ラーメン部門受賞したのは、ブーブー太郎さんですね。こちらブーブー太郎さんね、まあ、千葉県のもう僕が紹介するまでもない非常に有名、そして人気の二郎系ラーメンのお店なんですが、店主さんはもともとね、ラーメン二郎館内店で修行された経験がありまして、食べてみたらもう千葉で一番人気なのもうわかる、もう余裕でわかるぐらい、もうめちゃくちゃ美味しい二郎系ラーメンでした。二郎系ラーメンってやっぱこう野菜もりもりで豚もすごくでかくてみたいな、結構ボリュームの方をね、
フォーカスされることが多いんですが、もうブーブー太郎さんもラーメンとしての完成度が非常に高い。スープ自体はもうスープに油が回った乳化寄りな感じの微乳化スープで、甘みもあってね、それでいて醤油も旨味もバシッと効いていて、直系出身店らしい味わいがね、素晴らしかったですね。ブーブー太郎さんはと結構ね、麺にも特徴がありまして、平打ちでムチッとした自家製麺なんですけど、すすってみると意外とね、すすり心地軽やかで、噛むとね、ザクッと歯切れの良さもあって、濃厚なスープとこの軽やかね、食べ心地の麺がすごく相性良かったです。他にもね、ノミネートされたお店こんな感じですね。虎次郎さんね、こちらも結構昔からずっと行きたいなと思ってきた二郎系ラーメンのお店で、虎次郎の店主さんも直系二郎で修行された経験があるみたいで、こちらの虎次郎さんは割と、ね、醤油の立ったキリッとした非乳化のスープと、極太麺の相性がね、非常に良かった。さらにね、自家製麺まさき非乳化さん。自家製麺まさき自体は都内のお店なんですけど、まさきさん自体この非乳化っていう、まあ、二郎系ってあの乳化系と非乳化系っていう、まあ、2種類に大きく分けられるんですが、もともとね、濃厚乳化系でやってたまさきさんが、非乳化の方に舵を切って、ごわむちでね、食べ応えのある自家製麺に、醤油の立ったね、非乳化のスープが非常に相性良くて、抜群のマッチでしたね。さらにね、私、すすの地元からもね、夢を語れ、青森さん。まだもう僕よりも年下ので、ね、もうめっちゃ若い店員さんなんですけど、もうすでにこの夢を語れ系のね、こうバシッとこう、味の決まった油、そして甘みありつつもね、程よく油回った醤油の効いたスープ、これからが非常に楽しみな二郎系、めちゃくちゃ美味しかったですね。これからも応援していきたいですね。そして、お次はですね、二郎系ラーメンと同じくらい、もうすする TV でも非常にこう人気のコンテンツである、家系ラーメンです。まあ、ここ数年やっぱ関東を中心に家系ラーメンブームが来てるなっていうのをひしひしと感じてるわけですが、この家系ラーメンに関しても2020年に吸った家系ラーメンすべてまとめて動画アップしておりますので、ぜひぜひね、そちらも合わせてご覧いただけると大変嬉しいです。そんなわけで、スライ2022家系ラーメン部門受賞したのは、裏武蔵屋さんですね。家系ラーメンでこう一つに言っても結構ね、いろいろお店で違いがあるんですが、この裏武蔵屋さんね、僕の好みにほんとバシッとハマって最高でしたね。まあ、家系ラーメンってやっぱ味的に言うと豚骨醤油味に分類されるんですが、この裏武蔵屋さんね、とにかく醤油がうまい。あと、チー油がうまかった。まあ、家系ラーメンってこうスープの上にこうチー油、鶏の油を貼るんですけど、今までね、なんかチー油がうまいって感じたことって一回もなくて、裏武蔵屋さんのチー油はもう黄金チー油って言われるぐらい、本当に黄金のすごく綺麗な色をしたチー油なんですけど、このチー油がめちゃくちゃ美味しかったですね。まあ鶏の旨味はもちろんなんですけど、もうそれ以上にね、結構こう動物系のこうぶっ濃い味わいがあるチー油というか、そこにこのキレのあるめちゃくちゃ美味しい醤油の返しが効いて、ほんとね、ライスがいくらあっても足りないぐらい、とにかく神がかってましたね。まあ、店主さんもほんとうち以上に原価をかけて利益ラーメンさんなかなかないよっていうぐらい、そんな自信たっぷりな姿勢がね、しっかりとこう一杯のラーメンに反映されてるような感じで、今年ね、グラニフさんとすする TV のまあ共同企画であるウェアラーメンという企画で、裏武蔵屋さんね、T シャツ化もしたんですが、これからもね、応援していきたいお店だなと思いますね。そしてね、他にも今年美味しかった家系ラーメンのお店、まあ、クックラさんね。まあ、ここもほんと僕が紹介するまでもない、もう非常に有名、もう人気な家系ラーメンのお店なんですけど、スープが非常に濃厚で、一回すすりに行っただけでもね、もうほんと中毒性、もう今思い出しただけで食べたくなるぐらい。今年もクックラさん行きたいな。そしてね、人道屋さん。人道屋さんはね、去年年始に行った時、もう非常に感動しました。マジでめっちゃうまくて、その時もなんか家系ナンバーワン出たんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ感動しましたね、去年の年始行った時。まあ、家系ラーメン店ね、非常に数増えてきてますけど、まあ、クックラさん、そして人道屋さんもね、ここ大戸屋出身の店ということで、やっぱ家系ラーメンね、これだけ流行ったのも結構ね、大戸屋の清水さんの影響かなりあるんじゃないかなと思いますね。そしてすする TV で、ね、毎週金曜日辛いラーメンの動画を配信してるんですが、そんな辛いラーメンの中でもひときわ印象に残ったお店がありまして、スライ2022辛いラーメン部門受賞したのは麺山椒さんです。麺山椒さんはね、名前の通り、山椒にこだわり抜いた担々麺を提供するお店なんですけど、まあ、店主さんはね、津久井浜にあります名店である麺屋翔太出身の方で、麺屋翔太さんというのは、店主さんは豚骨の天才と言われた方なんですが、そんなお店の一番弟子の方が独立して作ったのがね、この担々麺の麺山椒ってお店で、もうオープン当時はね、非常に話題になりまして、まずこれ、ね、席に座った時にもうドドンと目の前にこう石臼が置かれてて、この石臼で毎朝引く、この引き立ての山椒の香り高いスープがたまらなかったですね。スープ自体にもごまの風味とかナッツの風味とかこう担々麺らしい味わいが溶け込んでいて、さらにこうラー油の赤色もね、非常に映えるビジュアルになってて、着丼した瞬間にさらにこう山椒の香りも非常に立ち込めてくるような感じで、手揉みされてこう細かいウェーブを帯びた太麺とね、しっかり絡んで、めちゃくちゃ美味しい担々麺でした。本当にベスト担々麺と言っても過言ではないぐらいうまかった。あと結構ね、トッピング類にもこだわられてまして、あの個人的にはこうメンマ代わりにあのタケノコが入ってるんですけど、和だしにつけてね、提供前にさらに炙るっていう手の込みようで、このタケノコもね、めちゃくちゃ美味しかったですね。他にもね、辛いラーメンで言いますと、この浅草生田庵さんが非常に良かったですね。まあ、生田庵さんね、本来は別に辛いラーメンで推してるわけじゃないんですけど、都内を中心に増えつつあるね、ちゃん系っぽいラーメンを提供するお店で、ここの辛味中華そばはね、結構もう辛い、もう辛、もう辛、辛いビジュアルしてるんですよ。もうめっちゃ真っ赤で、もうラーメンが。なんですけど、このベースのね、ちょっとしょっぱうまなスープと、たっぷり入った唐辛子、そしてラー油の辛味がね、抜群にフィットしててうまかったですね。
そんなわけでね、部門別に様々なラーメンを紹介させていただきました。ここからね、私すするの個人賞ですね。こう部門に分けた時入れるっていう感じのお店ではないけど、個人的にね、心に残ったお店を発表していきたいと思います。スライ2022個人賞は、太平さんです。まあ、こちら太平さんにいわゆるこう町中華のお店で、まあ、年配の店員さんがこう家族で営むようなすごくほっこりするようなお店なんですが、ここのお店はね、もともと僕全然知らなかったんですけど、結構ね、いつもあの八王子方面でよくあのラーメンを連れて行ってくださるラーメンリリーの店主さんが27年間でもうずっと通い続けてるお店らしくて、もう行ってみたらもうビシビシとね、強キャラ感漂う店主さん、もう差し詰めラーメン界のネテロ会長と言ってもいいんじゃないでしょうか。慣れた手つきで一人でこうラーメン作りながらこうチャーハン作るみたいな、そんな熟練の手さばきで作り上げられたチャーシュー麺がね、めちゃくちゃ美味しかったですよね。なんかね、もはやもう何味なのか、もう醤油味なのかすらわからないんですけど、どこかね、こう昆布とかちょっと節みたいな、ちょっと魚介の風味も感じつつ、そしてね、チャーシューによるこう豚の旨味もしっかりと溶け込んだスープで、あのラーメンね、ほんと他の町中華とかには全くね、ほんと独創的な味わいで、めちゃくちゃ印象に残ってますね。まあ、リリーの店員さんいわけで、ほんと何のメニューを食べても美味しいらしいんで、ちょっと今年中にもう一回ぐらいね、どうにかしていきたいなと思ってるところですね。特に焼肉定食がめっちゃうまいらしい。まあ、そんな太平さんの方がね、印象に残ったお店で言うと、西満ラーメンさんですね。まあ、この西満ラーメンさんも行くのめちゃくちゃ大変だったんですよ。駅からも結構ね、距離遠い場所にあるし、で結構ね、やってる曜日も限られてるんですよ。っていうのはね、もともとこの西満ラーメンさんって、タイヤ屋さんをやってる店主さんが、曜日限定でね、その店主さんの奥さんの実家ですけど、確か。まあ、その奥さんの実家が奈良らしくて、奈良といえばね、スタミナラーメンっていうのがご当地ラーメンでありまして、この奈良のスタミナラーメンをインスパイアした一杯がいただけるってところで、なかなかね、他のお店にはない個性的な一杯で、まあ、距離を押してでもね、行きたくなる美味しい一杯でした。まあ、あとはやっぱ中野のどさんこですかね、僕は本当、まあ、今年の上半期最も通ったお店といっても過言ではないぐらい行ったお店で、残念ながらね、今年の前半閉店してしまったんですが、まあ、カウンター席のみのお店で、のんびりゆったり、なんか夕方のね、ニュースとかテレビで見ながら、なんか何も考えないで食べられる、すごいほっこりするラーメンとチャーハンのセットがね、最高に好きだったんですけど、まあ、今年は結構ね、有名どころのお店も閉店してしまったりとか、まあ、ちょっと残念なね、お知らせもいろいろあったんですが、まあ、そんな中のやっぱどさんこラーメンの僕の心の中にね、ずっと残り続けるお店だなと思いますね。というわけで、スライ2022すべての部門を発表し終えました。どうでしたかね？皆さんも2022に振り返ってみると、いろいろとこう心に残る名店あったと思いますが、皆さんも去年すすって美味しかったっていうラーメンとかあったら、ぜひぜひ、ね、コメント欄にマイベストラーメン書いていっていただければと思います。一応私すするもの2022にすすったラーメンすべてをもう全部見て吟味して、多分漏れはないと思うんですが、なんでお前ここの店入ってないんだよみたいなのがあったら、ね、ぜひぜひそちらもね、コメント欄にお寄せいただけると嬉しく思います。そんなわけで長くなってしまいましたが、スライ2022いかがでしたでしょうか？今年2023年もたくさんラーメンをすすっていきたいと思っておりますので、今年もすする TV をよろしくお願いいたします。それではごそれ、今日もラーメンすすっていきましょう。レッツゴー。まあ、最近ね、こう都内で結構流行りの、最近都内で結構流行りね、もち小麦っていうちょっと甘めの、最近都内で流行りのもち小麦っていう、都内で、あ、ごめん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 